いやー、しかし、これ。いやー、はい、どうも。二郎チャンネルの二郎です。あ、初めて自分の名前言ってみたね。前回からね、撮影の時に、動画撮影の時に、照明を使って撮影し始めたんですよ。で、後でね、動画編集してね、自分ながら気がついたんだけどさ、まあ、気がついたというか、前々からもう昔から分かってんだけど、これ、ハゲてんな、これ。頭、ハゲてるどこの話じゃねえよな、これな。照明当てたらさ、すげえんだよね。テカっちゃってさ、改めて、ちょっとね、半端ねえなと思って。いやー、俺の人生一体どこで何があったって感じだよね。いや、照明使い始めてさ、なんか改めてこの間自分の動画見てさ、つくづくそう思っちゃってさ、こんな姿世の中に俺晒してんのかと思って。 よくやってんなーと思ってさ、まあそんなことはどうでもいいんだわ。今日はね、また、新しい商品、ネットで購入しました。で、今日はね、残念ながら、怪しい商品じゃありません。ちゃんとしたね、まともな商品なんですよ。ちょっとね、必要があって購入したものなんで。まあ、また LED 関係ですね。LED の照明関係なんですよね。まあ、ちょっとそれを、まあ、まともな商品だけど、ちょっと動画にしようかなと思って撮影始めました。まあ、初っ端からね、ちょっとね、自分の頭のことでね、ちょっとね、始まっちゃったけど、まあ、本来はね、その新しいね、LED の、要はキャンプ、なんかで使う LED のランタンですね。これからもうキャンプシーズンに入るんで、まあ俺、キャンプは最近あんまりしないんだけど、渓流釣り行くと、車中泊とか、あと、野営っつうか、なんつうの、野宿 することは結構あるんで、で、ランタンが、去年、使ってたやつが壊れちゃったんですよ。やっぱ LED のランタンなんですけど、なんでちょっと新しいのを買わねばなぁと思って、そろそろ買っておかねばちょっとまずいなと思って買いました、今回で。今まで使ってたやつ、去年の夏まで使ったやつはね、 Amazon でね、安いやつを買ったんだよね。ちょっと待ってくださいね。どこだ、あ、これだ、あった、ちょうどあった、こういうのを買ったんですよ。でね、これ何が壊れたかっつうと、ここに充電するときの、AC じゃねえや。USB の端子があるんですよ。これがね、この差し込む中の部品、これが奥に引っ込んじゃって、差し込んでもね、全然電気が通らなくなっちゃったんですよね。で、充電できなくなっちゃった状態なんですよね。だからまあ、今まだ多分バッテリーが残ってるんで、こんな具合につくんですけど、これバッテリー終わったらね、もう充電できないんで、もうダメかなという感じなんですよ。で、どうにか開けようと思ったけど、開けて直せるかなと思ったけど、開ける方法が全然わかんないんだよね。で、値段も買った時3500円だったかな、Amazon で。まあ、そんな値段だから、まあ、新しいの買うかということで、今回の新しいの、かなりいいの買いました。はい、今回は、ご紹介しますね。よいしょ。はい、これです。これ、なんつうんだろうね。クレイモアという
商品ですね。クレイモア、メーカーなのかな、メーカー名なのか、俺もよくわかんないんだけど、これ、クレイモア3ウルトラ 3.0X っていう製品なんですよ。で、結構ね、キャンプやる人の中では結構な、いい商品だということをね、ネットで調べて買いました。値段がね、13,500円だったかな、そのくらいしたかな。で、明るさが、何ルーメン ?3200ルーメンって書いてありますね。で、おそらくこれまともな商品なんで、この明るさの表示もね、正しいと思います。で、まだ開封してないんですよ。で、ちょっと開封、これから撮影しながらしていきたいと思います。はい。では早速ね、ちょっと開封していきます。どんなだろう。いいよ。開くのか。来た。やっぱ違うね。ちゃんとしたメーカーのやつはね、箱もしっかりしてるって。はい。中こういう、ケースですね。ちゃんとした、なんつったらいいんだろうな、このケース。表面がなんかこう、布っぽいような感じの、ハードケースではないけど、これ布っぽいようなね、高級な感じのケースに入ってます。でもって中身が、ぐいっと開けて、おう。まずはまあ、取り扱い説明書っすな。で、本体が、こんな感じで、ちょっと取り出してみます。よこせ。はい、本体こんな感じでーす。大きさがね、どのくらいだろう。何センチだっけな ?30 センチだっけな ?28 センチだっけな。サイズがね、どれだ240センチ。この横幅が240センチ。で、この高さね。この高さが90センチ。あ、90センチだ。90ミリ。24センチ。幅が24センチ。で、高さが9センチ。ほんで、この厚みね。厚みというか奥行きというか。これがね、3.4 センチですね。まあ、こんなくらいの大きさでーす。で、これ、どうなってんだ?俺もよくわかんないんだけど、で、なんかね、この鉄のアーム、あ、これだ。こんな感じになるんですよね。で、これが2つついてって、どうなんだ?わからんな。これがこう回転して、これでこう引っ掛けられるようになってるらしいんですよ。あ、こんな感じか。こう引っ掛けたりできるようになってるらしいんですよね。もう俺もまだ全然使ってないからわかんないんだけど、操作方法も。で、ああ、そうそうそう。あと、ここにね、ここ、ちょっと見えるかな。ネジ穴あるんですよ。これカメラの三脚とかにつけるネジと同じ穴なんで、これをカメラの三脚にこう、立てて、こう、三脚にもつけられるっていう感じですね。結構、よくできてますな。で、充電されてんのかな?ちょっとわかんないけど、電源スイッチが、ああ、されてるわ。ここが電源スイッチっすね。で、ポチッとの後、やると、これなんかこう一言、あ、これで明るさ、あ、これだ。ここに、プラス、マイナスって、スイッチがあるんですけど、これをプラスにしていくと、どんどん明るくなる感じかな。うわっす。これが最高かな。
うん、こんな感じで、でマイナスにしていくと、こうどんどん明るさ調整、何段階だかな、ちょっと説明書見ないでやってるんでよくわかんないですけどね。でこれが一番上のこのスイッチがなんだ、あ、これが色だね、あ、明かりの色、これがなんつうんだっけ、温暖色つなっけね。で、白色と温暖色が混ざったやつ。で、これが白色のみ。うん。この3種類の明かりの種類だね。まあ、普段使うこの白色かな。うん。これが多分一番明るい、だと思うんだ。うわぁ。明るいな、これやっぱ。まあ、そんな感じの LED ランタンです。はい。まあ、簡単な説明はそんなとこかな。まあ、こんなのを買いました。んで、このね、クレイモアっていうメーカー名、メーカー名っていうか、この品名だね。クレイモア。ウルトラッツ品名のこの LED のランタンって姉妹品があって、これのサイズがもうちょっと小さいのがあるんですよね。これが、サイズが、確か X。そうだね、X。と、これが一番大きいサイズですよね、今出てるでは。で、これ、あとでね、このクレイモアのね、これ何種類も姉妹品があるんですよ。で、俺値段も、まあ1万、俺が買ったのは1万3500円ぐらいだったけど、もっと高いのもあるんですけどね。あとでね、その画像ね、画像というと、それちょっとね、動画で編集して入れておきますね。まあそんな感じかな、簡単なとこで。まあこれならだいぶ丈夫そうだしね、壊れないんじゃないかと思います。でね、これバッテリーの容量が、内蔵バッテリーね、内蔵バッテリーの容量がいくつだ、ちょっと待ってね、23,200mAh ですね。23,200。で、この内蔵バッテリーのメーカーが、なんかね、韓国のサムスン製のリチウムイオンバッテリーだそうです。はい。で、充電する USB の端子が USB の C ですね。USB-C。やっぱ USB-C だよね、今の時代ね。マイクロ USB だと、もう古いかなって感じ。まあ問題はねえんだけどね。もう今はもう、USB Type-C の方だね。はい、ここね。ここが充電の端子ですな。あとはこれは、モバイルバッテリーとしても使えるのかな？おそらく。これ USB の端子があれば多分そういう。あ、あるね。ある。はい。普通の USB 端子があるんで、これモバイルバッテリー代わりにも使えるっちゅう感じですね。うん。で、ちょっとね、部屋暗しっかりして、とりあえずちょっと明かり確認すっか。よし。照明を消して、あ、そうだ。もう、撮影用の照明も消さないとな。で、パソコンの明かりも明るいな。
はい、こんな感じで、これ今一番暗い状態で、これどんどん明るくしていきます。うん、こんな感じだね。で、明るさの種類を変えて、これが白色、これが温暖色ってやつだっけ。で、これが白色と温暖色が混ざってる。これが一番明るいかな、見た感じ。うん、こんな感じだね。まあ野外で夜使うには十分すぎる、あのテントなんかで使うには十分すぎる明るさだね。よっしょ、これが白色、あ、やっぱりこれだね。これが一番明るいかな、真っ暗。うん、これが一番明るいモードだね。まあ部屋の普通の照明よりも暗いけども、キャンプとかテントで使う分には十分な明るさだよね。全体的にこう明るく照らせるから。まあそんな感じのやつを今回買いました。はい、照明つけますか。ちょっとね、今日で仕事終わって明日からゴールデンウィークなんで、ゴールデンウィークに入るんで、いよいよね、自分も渓流釣りにやっと行こうかなと思います。本当はね、3月にもうすでに解禁になってるんだけど、さすがにね、寒いんだよね。山だしね。若い頃はね、解禁して寒くても頑張って行ったんだけど、もう年食ってくるとダメだな。なので、ここのとこね、もう数年は、ゴールデンウィークになってから行くようにしてますね。新緑がいい感じで出てきた季節になってから行くようにしてますんで、このゴールデンウィークで初めて、渓流釣り、今シーズンの渓流釣り、ちょっと行って、これをね、ちょっと多分、最初は車中泊で、山にこもるんで、その時にちょっとね、山で、この明るさを試した、様子をね、様子というか動画も撮影して、紹介、一応、しておきます。一応、部屋の中の明るさよりも、やっぱり外でね、試した方がね、わかりやすいと思うんでね。それも、外で撮影した様子も、ちょっと、撮りますんで。また、改めてね、その時の動画も一緒に編集して入れときます。まあ、そんなとこかな。まあ、今日は、そんな、まともな商品を、久々に買ってみました。まあこれならだいぶ丈夫だからね、壊れることはないと思うんだ。それなりの一流メーカー品なんで、はい。まあそんなとこっすかね。まあ本当はね、今まで怪しい LED ライトとかね、買ったやつも、本当は外で明かりを照らして紹介したかったんですけど、なんせね、夜寒いんだよね。寒くてさ、外でどこ撮影するのはちょっとね、嫌だなぁと思って、部屋の中を暗くして、のみの紹介になったんですけどね。コメント欄にね、外で撮影、試した明るさをね、見たいっつうね、コメントもね、いただいたんですけどね、実はね、そういうわけだったの。寒くてね、撮影する気にならなかっただけなんですよ。はい。まあ、今はね、だいぶ、もう、冬より、まあ、冬の時よりも暖かくなったので、外でね、今度ね、ちゃんと明るさをね、撮った動画撮影しますんで、はい。そんなとこですかね、今日は。はい。今日はまともな商品の紹介でした。
まあ、今後もね、ちょっとね、今、怪しい商品いろいろ探してるんですよ。で、目星つけてるやつがあるんで、まあ、でもゴールデンウィーク明けかな。ちょっと、それを購入しようか今ね、悩んでるんですよね。なんせね、今ね、怪しい商品いっぱい出てるんだよ。ほんと。どれにしようかなと思ってね。まあ、値段も手頃ではないんだけども、まあまあ、そこそこ買っても大丈夫かな。動画ネタするんだったら、まあ、買ってもいいかな、っつぐらいの値段なんでね。あんまりにもね、もう今ね、すごい多すぎる怪しい商品が、もうすごいわな。うん。まあ、そんなとこで、今日は、キャンプで使う LED ランタン、まともな商品の紹介となりました。本日はどうもありがとうございます。以上で終わります。はい。ではね、これから、なんだっけ。LED ランタン。クレイモア3ウルトラ 3.0X。これですね。あ、ちょっと反射してよく見えにくいかな。はい、これ。まあ、ものはこれですけど、これをですね、実際、外で明るさがどんなもんなのかというのをちょっとね、これから撮影してみたいと思いますね。今ね、これ山の中に車の中で撮影してます。ちょっとね、近くの公園でやると思ったけどね、怪しまれるんでね、わざわざちょっとね、なんだ、渓流釣りも始まってるんで、渓流釣りで今、車中泊で、もうゴールデンウィーク中で何泊もしてるんですけど、それで今山の中です。そのついでに、この、クレイモアの LED ランタンの明るさを外で試してみようかと思います。はい。では早速やってみたいと思います。はい。今ね、ちょっと、いろいろ準備をしてたんですけど、とりあえずどうしようかな。とりあえずね、自分の車の明かりからちょっと比較してみようかな。この照明を消して、一旦真っ暗になります。はい。これがね、今ね、自分の車の照明。これをこう、こんな明るさですね。まあ今、ロービームなんですけどね。で、これが、アイビームすると、こんな感じで。ですね。まあ普段、ロービーム。た感じの明るさですね。じゃあ次に、今度 LED ランタンの方のクレイモアの LED ランタンをちょっとつけてみたいと思います。はい、今ね、真っ暗ですね。じゃあ今クレイモアの LED ランタンスイッチオン。あれ、ね、暗くてスイッチの位置がね、よくわかんねえんだよね。あれ、どこだっけ？今確認してきたんだけどね、真っ暗の中でやってるから。あ、着きました。はい、こんな感じなんですけども、わかるかな？これね、今一番暗い状態。で、これが光の色だね。これ温暖色って言うんだっけ。で、これが白と温暖色混ざった色。で、これがホワイトの一番暗い感じの色。
で、次明るさ。明るさが、どれだ？ちょっと待ってね、スイッチの位置がね、わかりづらいんだよね。これだ。どんどん明るくしていきます。これが今一番明るい状態。まあ、こんな感じですわ。で、車ちょっと照らしてみますね。こんな感じで。で、ちょっと森の方も、こう、照らしてみます。うん。でね、これ、まあ、正面がね、川なんだよね。川の水の流れが、このカメラで映るかな？ちょっと厳しいかな？で、こんな感じで、うん、これやっぱり相当明るいね。こうグランドなんだよね。こんな感じですね。デッキが正面にあって、映ってんのかな。カメラでモニターだと結構暗いんだよね。まあ、それが心配なんで、木をついてみるとこんな感じ。うん、結構明るいよね。ほんで、あまり遠くまで照らすタイプではないんだね。ランタンだからね。あの、近くの周辺、まあ、10メーター、20メーター、10メーターぐらいかな。の範囲を広く照らすっていう感じだね。ランタンだから。で、これを今ちょっと車のとこ置いて。お車のボンネットに置くとこんな感じになってます。正面に来るとこんな感じ。まあこれはよくわかんねえかな。まあこういう感じで見るとやっぱこうだね。この感じが一番わかりやすいかな。三脚を持ってくればね、これ三脚につけられたんだけど、三脚忘れちゃったんだよ。で、暗くしてるとこんな感じ。これが一番暗い感じだね。で、これが色が変わって、うん、これがやっぱり一番明るい感じだね。で、これが温暖色ってやつ。ちょっと黄色っぽい明るの一番明るさ、明るいやつ。で、これが白色ライトと、ちょっと黄色みがかったのが混ざった色。これがホワイト。あ、これ混ざった色が一番明るいね。うん。そうだね。これ、白とこの温暖色が混ざった色が一番明るいね。ちょっとわかるかな？混ざった発光の仕方。ちょっとわかんないよね。この、白色と温暖色が両方つけた方が明るいね。これね。こんな感じで。まあ普通にキャンプとかに使う分には十分な明るさだね。テントだったら十分。テント内も。あとバーベキューをちょこっと夜やったりするスペースなんかはこれ一個で十分明るいですな。まあ野外で試した結果はこんな感じですね。はい。まああまり上手にちょっと撮れたかどうかわかんないんだけど。
まあそういった感じです。まあ俺もちょっとこんな感じで映ってますかね。俺を照らすとこんな感じで映ってますかね。ちょっとね、今日ね、右目がね、ちょっと腫れてるんだよね。昨日山奥渓流釣り行ったらさ、ちょっと枝が、歩ってる時に枝がね、パシンって目のとこに跳ねちゃってね、当たっちゃってちょっと腫れ上がってるかもしれない。うん、ちょっと変な顔、まあいつも変な顔なんだけどさ。で、頭もね、こうちょっと光ってるから いい感じで、こんな感じです。まあそういった感じですね、結果的に。まあこれがあのクレイモアの LED ライトで2800ルーメンか、うん、確かそう、2800ルーメンっていう感じの明るさでした。まあ外の撮影はそんな感じかな。はい、外はこんな感じです。以上です。